はい、今回は、最近流行っている、流行の、打ち方を紹介したいと思います。はい、じゃあそれではお願いします。こういう2連星が、特に多いですね。はい、そこからこっちからかかっていて、それからまた、かかりまして、こうやって付け2段にする打ち方が、最近、よく打たれています。はい。これはどういう意味かと言いますと、例えば桂馬ですとね、すぐ受けてくれない、可能性もあるんですよね。受けないで、はい。どこかわかんないですけどね、どっか展開されると。はい。なんですけど、付け2段ですと、はい。手を抜きづらいんですね。どっか展開するわけにもいかないので、はい。こういうことがよく多いんですけど、仮にこう下がると、こうやって押して打ちましてね、桂馬にこう三々に受けたような格好に戻るといいますか、挨拶してくれたということになるんですよね。はい、付けに対して。これでいろいろ、またここから難しくなるんですが、一応こういうのがなぜか流行ってはいるんですよね。で、白もですね、例えば、ここでカケツグっていう手がちょっと最近、AI の手なんですけど、はい、打たれるようになってきまして、ほとんど、ちょっと説明は難しいんですが、白はちょっと目が厚い意味があるんですよね。仮にこう当ててくれると、こう髪取った時とか、7と4の睾丸が黒悪臭になることがありますんで、結構眼形を増やす意味でこう4と打ったりします。はい。で、伸びてきたら今度またこっちにつけて打つような進行が多いです。はい。で、こうやって押しになって、今度はこっちに詰めたり、最近の碁ですとこうやって、はい、こういう進行とかがありますね。で、単に覗いたり、はい、する碁も見られています。はい、ただやっぱり非常にこう付け2段からこういうまた7級というやる手段はですね、非常に難しい打ち方なので、一応流行プロの間では流行っているんですが、すごく打ち方は難しいので、相当実力がないと使いこなせない打ち方だと思いますんで、下手に真似するのはあんまりいい結果にならないかなと思いますので、あんまりおすすめはしない打ち方ですね。流行ってはいるんですけど、これ自体はいいんですけどね。その後の変化は、またこうやったりするのは、結構複雑なことがあるので、別に皆さんには、これでもう別に、これが一番わかりやすい意味はありますんでね。はい。仮に別に手を抜かれても分かりやすい意味はありますんで、そうですね。これはこれでも別にいいと思いますが、またね、白がここに、こういう手段もね、またいろいろ
こういう変化にもなったりしますんで、すごい変化がね、多くなりますんでね。結構難しい変なりますので、実力がある方はね、打ってもいいと思うんですけど。まあ、なかなか難しいので。はい、じゃあ、この流行の布石はこれぐらいにしときます。はい。じゃあ、ちょっと、僕も説明してて、難しかったので、はい。はい、ちょっと難しい動画となってしまいましたね。はい、じゃあすいません、これで終わりにしたいと思います。失礼します。